要素材は、溶化ナトリウムや溶化カリウムの製剤として内服用、岩薬、シロップ薬、飽和溶液、粉末状の塩等として製剤されるほか、アルコール溶液やポリビニルピロリドンとの削体として製剤される。放射性同位体の崩壊を利用し、放射線医学試薬として、または安定同位体を利用して、原子力災害時の放射線障害予防薬や、 造影剤の原料として用いられるほか、強い殺菌力を利用し、消毒薬、農薬などに用いられる。ポビドン用土を用いた皮膚の殺菌古くから、要素が持つ強力な殺菌効果を利用し、用土チンキやルゴール液として、うがい薬、外用消毒薬として市販されてきた。また現在では、ポリビニルピロリドンとの錯体として、ポビドン用土として販売され、 強い殺菌力と比較して人体に対する毒性が低いため広く用いられている。また、ヨードメタンやジヨードメタン、ヨードホルム等の有機要素化合物は強い殺菌力及び殺虫力を持ち農薬として土壌訓場に利用される。カビや線虫に対する効果が高く多くが激薬指定される。放射性でない安定要素を工場線に取り込んでおくことにより放射性要素が 甲状腺に蓄積されにくくし、被爆によって発生する小児甲状腺がも減らす効果が期待できる。18歳未満のものに対して特に効果があり、同時に優先順位が高い。40歳以上のものは優位な効果が期待できないため、服用は不要である。また、要素以外の放射性物質に対しては、効果がなく、要素剤を飲んだからといって、 放射線防護や除染を怠ってはいけない。要素は同位体の種類が多く、その大半が放射性同位体として知られているが、自然に存在する要素のほぼ100%が安定同位体の要素127であり、放射性要素と比較し、安定要素と呼ばれる。安定要素はカリウム上、要素酸カリウムの錠剤といった安定要素製剤として用いる。 動物の甲状腺は甲状腺ホルモンを合成する際に原料として要素を蓄積する。原子力災害時等により不安定度位体の放射性要素を吸入した場合は、気管支や肺、または陰頭部を経て消化管から体内に吸収され、24時間以内にその10から30%程度が甲状腺に有機化された形で蓄積される。放射性要素の多くは、 半減期が短く、その代表としてよく知られる要素131の半減期は8.1日であり、β 崩壊することで内部被曝を起こす。放射性要素の内部被曝は、甲状腺癌、甲状腺機能低下症等の万発的な障害のリスクを高めることが、チェルノブイリ原子力発電所事故の臨床調査結果より知られている。大量に要素を摂取した場合は、 甲状線に要素が蓄積され、それ以後にさらに要素を摂取しても、その大半が血中から尿中に排出され、甲状線に蓄積されないことが知られている。それを応用したのが放射線障害予防のための安定要素剤の処方である。非放射性要素製剤である安定要素剤を予防的に内服して、甲状線内の要素を安定度遺体で満たしておくと、 以後の要素の取り込みが阻害されることで放射線障害の予防が可能である。この効果は本剤の服用から1日程度持続し、後から取り込まれた過剰な要素は速やかに尿中に排出される。また、放射性要素の吸入後であっても8時間以内であれば約40%、24時間以内であれば7%程度の取り込み阻害効果が認められるとされる。 なお、放射性要素の被曝による、甲状腺の障害は、甲状腺の機能が活発な若年者、特に甲状腺の形成過程である乳幼児においてに、顕著であり、40歳以上では優位ではないため、本材の投与は40歳未満の者に対してのみ、行われる。国際原子力機関の基準では、本材の適用範囲を、年齢、性別を問わずに適用としているが、 世界保健機関の基準では40歳未満としている。1回の安定要素の投与は、永続的な要素過剰による、甲状腺疾患は起こさない。世界保健機関は、安定要素材配布の基準を甲状腺用託線量、1 0 0シーベルトとしているが、安定要素材の甲状腺腫瘍の発生を防ぐ、効果と副作用の兼ね合いから賞に、 妊婦に対しては10ミリシーベルトも適当であるとしている原子力災害の発生後では混乱やインフラの寸断によって要素剤の配布が困難であったり優先的に飲ませるべきもの飲んだ方が良いもの飲む必要のないもの飲んではいけないものを医師等専門家の知見に基づいて判断することも困難となる事態が予想されるそして遅いよりは 早い方が良い要素材の性質に鑑みて、事前に配布がなされるべきであることは自明である。事実、アメリカをはじめとする原子力発電所を稼働させている諸国において、近隣住民への要素材の配布が行われていた。日本では、東日本大震災の教訓により、国が平成25年6月に原子力災害対策指針を改正し、パズ県内の住民に、 安定要素材を事前配布することとした。これを受けて原発のある道府県では対象となる住民への安定要素材の配布が始まった。東日本大震災当時、要素材は病院や市役所等に都市の夜間人口に対応できるだけの個数が用意されたが大部分が使われることがなかった。今回事前に要素材を配布したことにより、 災害発生時に交通が麻痺していても手元にある要素材を服用できるようになった。ただし、服用は国、自治体からの指示を待つこととなっており、情報伝達、受信手段の確保は必須である。なお、日本国内でもサプリメントとしての購入は可能となっている。甲状腺の主張等により、甲状腺機能が異常に高まった状態である、甲状腺機能更新症の治療として、 甲状腺ホルモン合成を抑制する高甲状腺剤のほか要素剤による治療も行われる。これは安定要素と要素の放射性同位体が用いられる。安定要素剤での治療は人が要素の短期間での過剰摂取を行うと、甲状腺ホルモン分泌が一時的に抑制されることを利用するものである。この効果は永続的でなく健常者では、 数週間で通常に戻る。これをエスケープ現象と呼ぶ。また、放射性同位体を用いた治療として、放射性同位体である要素131が用いられる。これは、同性剤を服用することにより放射性同位体を甲状腺に蓄積させ、同位体が β 崩壊する際の放射線により、甲状腺の機能を部分的に破壊することで、 甲状腺の機能を低下させるものである。一般に、甲状腺種が大きかったり、甲状腺薬への副作用や、甲状腺薬による感解が見られない場合に、行われる。要素の放射性同位体は放射線医学検査、治療用途で利用される。服用後、シンチレーション検出器によるガンマ線の計測を行い、カウントおよび画像化により、甲状腺のサイズや、 要素取り込み量の測定、パーキンソン病等の診断として、心筋の脂肪酸代謝や副交換神経の分布の診断を行う。また、褐色細胞種はアドレナリンを分泌することを利用し、アドレナリンの染具体となるノルアドレナリンに構造が類似しており、123愛、または131愛で標識された、メタヨードベンジルグアニジングアニジン、EN。 イオベングアネを取り込ませることで、その吸収された部位を観察することができる。要素造影剤を用いた脳血管造影写真要素は、X 線吸収が大きく、造影剤として、尿路、胆道、血管等の診断に用いられる。本剤に副作用は少ないが、以下のような甲状腺機能異常をはじめとする症状を副作用として弱気する可能性がある。 要素過敏症要素に対して起こるアレルギー反応である。発熱、関節痛、不臭、人魔神様皮疹を生じ、重篤な場合ショック症状を起こすことがある。一方、医療現場で CT 検査の際に使用される用度、含有造影剤によるアレルギー反応、手指消毒剤のポビドン用度による接触性のアレルギー性皮膚炎、 魚介類の経口摂取によるアレルギーなどは、8化カリウムとは関係ない別の反応であり、チェルノブイリ原子力発電所事故の際の8化、カリウム予防内服の報告等でも、8化カリウム内服後のアナフィラキシーショックの報告は、ない、と主張する論文があり、適切に内服する限りは、非常に稀な副作用の可能性がある。甲状腺機能異常症、の異常のため、 機能が更新、または低下している場合や、慢性甲状腺炎患者の場合、要素製剤の連用によりそれらの病状が悪化する可能性がある。甲状腺過系性健康なものが長期間にわたり、要素の過剰摂取を行うと、一過性の甲状腺過系性や、機能低下を起こすことがある。新生時期における、一過性の甲状腺機能障害週産期の母親の、 過剰摂取による胎児への影響や、要素を過剰に摂取した母親からの母乳により、新生児の一過性の甲状腺機能低下症が発生する。その他の副作用チルノブリ原子力発電所事故の際の予防内服において、嘔吐、発疹、腹痛、頭痛、息切れ、下痢という報告がある。ポビドン用土をはじめとした外用薬や土壌燻蒸剤等の農薬は、 内服用に製材されたものではないため、化合物そのものや安定剤等の成分により健康被害を及ぼすことがある。原子力災害時の予防薬としても、外用薬を飲んではいけない。ありがとうございます。